昭和天皇と香淳子后の第一味子東国重子東国重子さん1925年大正14年12月6日1961年昭和36年7月23日は日本の元皇族昭和天皇と香淳子后の第一味子金城天皇と常陸宮正人親王の長子お印ししは勾配 君党は君一旧名は照宮茂子内親王照宮茂子内親王皇籍離脱前の名は森弘王妃茂子内親王森弘王妃茂子内親王皇,皇族時代1925年大正14年12月6日午後8時10分皇太子博人親王と同妃長子女王いずれも当時の第一子として誕生 誕生時の身長は一尺六寸三分約四十九センチメートル。体重は八百七十三問目約三千二百七十グラム。十二月十二日、命名の儀が行われ、駅り寄めを由来としてテルミヤシゲコと命名された。大正天皇、帝名皇后の初孫として国民から盛大な祝福を受け、民間でも様々な祝賀が行われた。 特に翌3月30日に初めて三大師大正天皇皇后と対面した際には沿道に大勢の市民が集った皇太子夫妻の意向もあり里子には出されず両親のもとで養育される当時としては画期的なことであったしかしその後昭和天皇と皇淳皇后のそばでは養育係が使いにくく結果わがままに育ったという批判を受けるようになった そのため、女子学習院入学を控えた、5歳の1931年、昭和6年、10月、旧本丸内に、呉武寮の建設が決定。6歳の翌1932年、昭和7年、4月6日から呉武寮に移り、家族と別居した。4月9日に女子学習院へ入学。その後、学齢を迎えた妹の内親王たちも呉武寮へ移り、 にに生活するるようになるまた、選ばれた旧友が、5から6名ずつ、林番で呉武寮を訪問した。穂積美代子や前田美子ら、特に親しい学友は、これ以外の招きで、呉武寮や葉山御用邸に、お内所で招かれていた。また、学友たちは、宮内省からの辞令を受けていた。学習院時代は、理科、作文が得意だったと言われる。 12歳の1937年昭和12年頃から休暇の際には全国各地を単独で訪問するようになる。天皇の神格化,化が進む時代にあって中等科5年生1942年昭和17年頃17歳の時に次のような文章を書いた。私はどういう巡り合わせか高貴な家に生まれた。私は絶えず世間の中止の中にある。 いつ、どこにおいても私は優れていなければならない。私は皇室を背負っている。私の言動は、直ちに皇室に響いてくる。どうして安管としていられよう。高い木には風が当たりやすい。それなのに、高木にありながら、多くの弱点を持つ自分を見るとき、この地位にある資格があるかどうか恐ろしくなる。自分の能力は、誰よりも、自分で、 一番よくわかっている。ともかく、私は、自分で自分を育て、築き上げていかなければならない。この炭鉱の奥深くで、来る日も来る日も働き続け、世間から忘れ去られ、そして、人知れず死に行く運命を持った人々の前に立ったとき、護衛の警官や大勢のお供を引き連れている自分の姿に、いたたまれぬ申し訳なさを感じた。公文社。 昭和の母、皇太后様、161ページ。婚約内定。茂子内親王は、生物学に関心を持ち、父邸の研究所での勤務を希望していたというが、16歳の1941年、昭和16年、5月に、東国の宮成飛行王の第一男子、森博王、24歳、との婚約が内定。 18歳の1943年、昭和18年、3月に女子学習院中等科卒業。学業成績は極めて優秀だったが、高等科へは、進学せず、花嫁就業をする。森弘夫とのご結婚式。18歳の1943年、昭和18年、10月2日に納妻の儀。同年10月12日、結婚を控え、君一党奉還賞を賜り、 翌日の10月13日に、森弘王、当時は陸軍少佐と結婚する。東国宮森弘王は、第二次世界大戦直後に総理大臣を務められた元皇族の東国の宮丸彦、東国宮る彦王の長子。陸軍士官学校、卒業後は陸軍将校として勤務され、昭和18年、26歳の時に、昭和天皇の長女である照宮茂子内親王とご結婚。 第二次世界大戦中であり、巫女の婚儀とはいえ、質素に取り行われた。着用した十二人へは、母、高順幸網のものだった。姉妹の中では、体格が高順幸網によく似ており、結婚の際に、体の寸法を測ったところ、皇后の結婚当時の体型とぴったりと一致したという。シ子内親王の意思は考慮されていない結婚であり、後に、当時の心境を、悲しみもなく、 不安な気持ちも、嬉しい気持ちもありませんでしたと語っている。夫となった森広王とは、見合いを経ずに結婚したため、夫婦として心を通わせるのに、時間がかかったという。そのため、妹の内親王たちは、形式的とはいえ、見合いの場が設けられた。ただ、森広王は、真面目な人だったために年ほどして、互いに愛情が湧いた、とも語っており、それなりに、 円満な家庭を築いた20歳の1945年昭和20年3月9日、初山でもある信彦王出産時は東京大空襲の最中であり、防空壕の中で出産した。森弘王との間には、信彦王、文美子女王、元弘、善良、秀彦、三武家養子、正彦、優子の5人の子供をもうけた。結婚相手が皇族であったため、 シ子内親王も、また皇族のままであったが、22歳の1947年、昭和22年、10月14日、東国の宮丸飛行王が、皇族の身分を離れたため、新皇室天般第13条の規定により、夫、森博王と同時に、皇族の身分を離れた、昭和22年宮内布告時第16号。皇籍離脱後。皇籍離脱後は、 終戦後のインフレ等の厳しい社会情勢の中、皇族としての身分も経済的特権も失い、厳しい家計を内職をしながら助けたり、都内遠方でも商店街の特売に人目を忍んで並んだりともとみことはいえ、一般家庭の主婦並みの苦労も多かった。特にヌートリアの養殖を独学で成功させたという逸話もある。雑誌の投稿 24歳の1949年昭和24年夏創刊間もない雑誌美しい暮らしの手帳第5号に大橋静子からの強い依頼を受けてやりくりの木を寄稿する物資不足に悩みながらもやりくり暮らしのこの苦労の陰に初めて人間らしいしみじみとした喜びを味うことができるとした茂子の手記は大きな反響を呼び暮らしの手帳の部数拡大のきっかけとなった こちらの内容は別の動画を参照。テレビ出演33歳の1958年昭和33年1月2日 NHK の「私の秘密に生出演。宮中でのカルタ会を中座しての出演であり、皇族たちもカルタそっちの家でテレビに見入ったという。道子さまとのご結婚を祝福。 34歳の1959年昭和34年4月弟である皇太子昭仁親王と正田道子の結婚に際しては2人を祝福するとともに新しい仕事を応援するメッセージを新聞に寄せている志義子自身も同年6月3日に天皇皇后皇太子夫妻をはじめ邸前らを自宅へ招いてホームパーティーを開き家庭的な皇室の在り方を実践してみせた もう、明けたなぁ、東国茂子さんが死去。夜通しの看病もかいなく、35歳で行った娘の病院から出た時、昭和天皇の目に入ったのは、知らんできた空の色だった。もう、明けたなぁ。傍らの工房を振り返りながら、つぶやく昭和天皇。昭和36年7月23日午前4時50分、普段と同じ明け方の空の色。 未明に見まかった東国茂子さんは、昭和天皇の子供たちの中でも、一番苦労の多い人生だった子供だけに、昭和35年11月に、茂子さんが、急遽、入院して、もう、回復の見込みのないと知った時の昭和天皇、皇后のショックは大きかったという。何不自由ない巫女暮らしのはずが、戦争中の結婚、東京大空襲の最中の防空壕の中での所産 金銭を一度も手にしたことのない教育を受けてきた茂子さんが、戦後のインフレ生活に、普通の主婦として、家計の産卵に目を回しての苦労もようやく落ち着いて、5人の子供を育てながら、PTA 仲間と親しく付き合う、ごく一般的な家庭の女性の生き方が板についてきた矢先に襲った病魔だった。茂子さんは、昭和天皇と皇后の間に、一番初めに生まれた子供である。 昭和18年3月に女子学習院中等科を卒業すると当時は皇族であった東国の宮森博夫と10月13日に結婚しかし間もなく戦火は東京にもやってくる茂子さんの初産は昭和20年3月10日未明東京大空襲の最中に防空壕の中で長男を産んだ敗戦後の昭和22年10月には後世離脱で夫は 東区に森博として北海道炭鉱棋線のサラリーマンとなる戦後のインフレ生活の中慣れない家計のやりくりに戸惑うことばかりだったという手芸の内職で家計を助けたり来客を迎えるのに自分で果実を切って出したりと一般の主婦としての振る舞いが世間で話題にもなったそうした一方で女性としては当時は珍しかった車の免許にもチャレンジ見事合格して 天皇家の女性では、初めての運転免許保持者にもなった。父であり生物学者でもあった昭和天皇に習い、スズメガの観察をしたり、PTA の集まりでは、独特な合理主義に基づいた子育てが話題になるなど、しげコさんは、戦前の宮中教育さえなければ、社会に出てバリバリ働けるような、利発な女性であったと、昭和天皇の侍従らは語っている。昭和33年新年には、 NHK テレビ「私の秘密に出演。茂子さんが、この番組の大ファンであるのを知った NHK が出演交渉。皇居では、カルタ会の日にあたる1月2日の生出演なので、当初は不可能と思われたが、昭和天皇からゴーサインが出て、出演となった。茂子さんは、当日、カルタ会を退席して NHK に出演。皇居に集まった皇族は、みんな、カルタ会を中断して、 茂子さんのテレビ出演を見たと言ったこともあった。天皇が見舞いに行くのは既得の時。この昔からの不分立に縛られて、愛娘の見舞いに、昭和天皇、皇后がなかなか行けないことから、茂子さんは、宮内庁病院へ転院。昭和天皇は、週に1、2回、皇后は、毎日、茂子さんの見舞いに出かけ、食事を口に運んだり、バラやダリアの花を病室に飾ったり、 布団を直したりなど、あれこれと面倒を見ていたという。宮内町病院ともなれば、茂子さんの母の皇后にしてみれば、一番苦労をかけた娘が、さながら実家帰りでもしたような気分だったのかもしれない。毎朝7時には、皇后は、皇居の中のバラ畑に出かけて、娘の病室に飾るバラを選んでいたという。茂子さんの最後の外出は、5月7日、宮内町とは、 目と鼻の先の宮中での昭和天皇還暦祝いであった。すでに自力で歩けない茂子さんは、手押し車で移動して、ずっとソファに横になって還暦祝いに参加した。7月に入ってからは、連日の猛暑、茂子さんの病室にはクーラーがなかったため、昭和天皇、皇后たっての頼みでクーラーが取り付けられたが、茂子さんの衰弱は、暑さから一段とひどくなっていて、7月22日夜、 危険な状態となった。茂子さんの病室には皇太子夫妻ら兄弟と父である昭和天皇、母である皇后ら家族がみんな集まっていた。昭和天皇はベッドの横に座って黙って茂子さんを見つめるばかり。皇后は茂子さんの手をずっと握り、茂子さんが目を覚ますと晩茶を飲ませるなどしていた。7月23日午前1時、皇后のすめるお茶も。 子さんの喉を通らなくなくる午前3時15分、東国重子さんは、血腸癒着と腹壁腫瘍にて死去、35歳、16歳の長男を筆頭に、5人の、まだ小さい子供を残しての死だった。昭和天皇は何も言わず、皇后は、重子さんの手を握ったままだった。10時間、ずっと握り続けた娘の手が、再び、 母の皇后の手を握り返すことはなかった。しらじらと明けてきた朝の光の中、病院を出て、車に乗り込んだ昭和天皇と皇后、それまで泣くのを我慢していた皇后は、車の中で、がっくりとうなだれているのを記者に目撃されている。そこには、皇后である前に、娘を失ったばかりの一人の母としての姿があった。誰か昭和を思わざる昭和ラプソディより。ご葬儀。 7月26日に、葬儀が青山葬儀所で取り行われた後、遺体は火葬された。8月4日に、連葬の儀が行われ、文京区の豊島岡墓地に埋葬された。彼女の墓所の左右には、広順皇后の指示によって、勾配が植えられた。没後40年にあたる2001年、平成13年7月23日には、弟である、金城天皇と皇后が拝礼した。なお、 森弘は、1964年、昭和39年、10月3日、寺尾義子と再婚し、敦彦、寺尾家養子、森彦の二男をもうけたが、1969年、昭和44年、に51歳で死去している。前田敏成公爵の長女が語る茂子さん、勝ち気で滅ったなことでは、人のことに感心することのない私も、茂子夫人だけにはかなわない、と尊敬できる方であった。 同級生の間でも人気がおありで、私とその仲間の間では、誰もが、憧れを持ってお慕いしていた方であった。勉強も、スポーツも何でもできる方でした。昭和天皇の自重や側近は、この方が男子であったならと、何度も考えました。シギ内親王は美しい。なだらかに子を描く、くっきりした眉のロウロを立てたうらら、うるは、しさに。 マミの香りたると、形容される天下な顔立ちとは、こういうものか。と、私は、うっとりと眺めたものである。気品というものは、後天的に備わるものではなく、天性のものだ。という能楽の大成者ゼアミ、ゼアミの言葉を立証するような、ノーブルな美貌である。花ならば、野に咲く草花でも山に咲く木の花でもなく、丹精込めて栽培された鉢植えの春蘭、春蘭のような極上の一品である。そして、 ミコは賢くて強く、人の上に立つ者の,の持たねばならぬ資質をことごとく備えておられた。価値気でめ多たなことでは、人に感心することのない私に、どうしてもかなわないと痛感させる唯一の貴婦人であり、心惹かれ、同型、憧れを捧げるただ一人の女性、女性であった。照ノ宮がミコでなかったら、多くの少女たちが求愛の手紙を書いたに違いない。酒井ミイコ著 ある家族の昭和史、上流社会の明暗を見た女の記録より。